2004年、翌年に控えた十八代目中村勘三郎襲名のため写真撮影が行われました。撮影は篠山紀信が担当。はい、最後もう一枚。ニューヨークの写真が一番最初の勘三郎になった写真ですから。川の近くだったんだけれども、風もなくてね、天気が本当その1日だけ良かったんですよ、撮影の。でも翌日はもう本当に大雨になっちゃって、すごいラッキーにいい感じで撮れたんで、これはもう未来は明るいですね、勘三郎さんの。襲名の準備はこれだけではありません。でこれ安定しちゃう。そう、安定しちゃう。分かる。そんな感じ。こう上に回転して下ろして、こう。難しい。カンって名前だったらよかった。中村カン。これやんなくちゃいけないとずっと思っててね、お願いしたんですよ。それが一番嫌だったのね。実を言うと、いやだって字本当にダメなんですから、はい、でも書かなきゃいけないし、で勘三郎になるんだったらちゃんとしなくちゃいけないって言って1年放棄しましてね、はい、まあ遅いんですけどやりだしたんですよね。同じ年、大分県由布市にある行きつけの旅館を訪れました。妻、吉江との旅行です。どうも、すいません、よろしくお願いします。また店舗などありがとうございます。ありがとうございます。すいません、カメラ入れていただいちゃった。うわ、ここ何、全然なかったんですか。いや、あったよ、あったじゃない。でも向こうから泊まったことないんで。そうだ、うん、お気に入りの部屋は9番館、その隣が18番館でした。こんなないよ、9番館、勘九郎の9とあと18代目でね。札幌での公演、目玉は親子3人で舞う連獅子です。勝負打ちやっとら、勝負打ち最初、最初ぐにゃ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 しないようにね、あんまりこうならないで、シーンずらさないのがいい。じゃあ引くのが早い。どうも引きたくなっちゃうから、もうちょっと我慢して、こういうこと、もうちょっと我慢して、そうそう、はい、見えるでしょ、見えるでしょ、高井君。
ベーションです。日本で初めてですよこれ。日本で初めて踊りではその初めてだね、こんなこと。いや、鳥肌立っちゃったよ。鳥肌ですよね。ね、ありがたいね、本当にすごいスタンディングオベーションっていうかなんかね、ありがとうございます、本当に。その夜、あれは DNA だと思う。すごいですね。うん、どう、ま、あのちょっと間を外して踏んでもちゃんと踏んでんだ、2人が。で、1人1対1ならあかんだけど、両方が合わせてるってのは、これはね、ちょっとこれはね、DNA だと思う。はい、親子だから。ね、ね、身も蓋もない答えだけど、まあそういうことでしょうね。うん、そして年末、勘九郎として最後の歌舞伎座公演を迎えます。これまでの当たり役を振り返る構成になっている新しい演目です。いや、優しいですみんなね、本当にいい、いい人たちだから嬉しいよ本当に。いやだよな、死ぬわけじゃないんだからね、これね、なんだかよく分かんない俺もう。公演を終えた帰り際にはサプライズが用意されていました。Hey!
三郎となる年、2005年が幕を開けます。こっち来て皆さん座ってなさい。近々だね。こっち来て4年、2、3年後か、7年後か。いらないから、奈々ちゃんだけですよ。山沢いる。今から教えとけば。今からいいのか、いいわけないじゃないですか。この新年会に次男吉之助がいませんでした。翌日から開かれる若手中心の公演に中村屋からただ一人出演するからです。演目は鏡獅子。そう、それでピッとなんの、それです。から子へと引き継がれます。記念の日を開始、お喜び申し上げたくまつりまする、中村七之助にございます。18代目中村勘三郎襲名が2ヶ月後に控えていました。皆さんありがとうございました。私つくづく今日思わさせていただきました。父がいなくなりまして、子供はまだ小さい、私もこれからまだまだ修行をしなければいけないという時に、何にもなくなったわけでございますけれど、こうやって皆様方が本当にいつもいつも応援してくださるから、ここまで来れることができました。ありがとうございました。
私今日のこの日を一生忘れません。そして今もう父はおりませんけれど、その私の大好きでございましたうちの父の名前をしっかりと継がさせていただきます。十八代目勘三郎をよろしくお願い申します。あれすごいんですよ、見たら基本道からみんなを見るとすごかったでしょ。多分3万人だったんです。そう3万人です。過去最高。そんなに気合で来てくれたの。やっぱり下町ってやっぱいいよね。ああ人情がさ、ちょっとあの浅草のおさむちゃんなんかもこんなの宮出しだよなんつってね、あの三社様の宮出しよりすごいぞなんて言ってくれて。そして3月中村勘三郎を18代目として襲名させていただきます。さらに翌2006年には各地の古き芝居小屋へ赴き勘三郎襲名披露を行ったのです。まず訪れたのが秋田県の後楽館です。全然、ああ、やっぱりね、はい、あ、いいね、こりゃいいや。全国に残る芝居小屋を巡る旅の始まりです。いつもはその歌舞伎座なら歌舞伎座に来てもらうっていうことでしょ。今度は出かけさせてもらうっていう気持ちだよね。だ出前と言ったら変だけど、うん、あのおい見に来いよじゃなくて見てくださいよっていう、あなたの町に参りますっていう、それの連続かな。なんかこの文化財でしょ。で文化財で拝観料を取って見せてる。それはそれで素晴らしいんだけど、やっぱり神様が作って魂入れずってのあるんじゃない。うん、そこで芝居をさせてもらうことによってこの素晴らしい劇場に雑多ない芸だけども、あの生きてるものが入るでしょ、うん、汗とか、まあ言ってみりゃ唾とか涙とかお客さんが入るでしょ。そういう土地土地というところ、まだまだ行かないところいっぱいあるわけでしょ。だからそんなところもなかなか難しいんですけどね、まあ、だ今度はそういう時ですよ。しろとよく言われておりました。その意味がよくわかります。このすぐ後ろが楽屋でも大きな声を出しているとお客様に聞こえてしまいます。逆に、舞台のセリフや何か全て、聞こえます でございますから、楽屋も舞台もお客様も一体になるというこういう劇場で、勤めさせていただくのは本当に役者として幸せでございます。何よりその、この劇場を96年の長きにわたって存続し続けてこられたこの町の方々にも敬意を表しますし、本当に偉いと思いますし、今も現在もやっておられる、そういう生きた小屋で私仕事をさせていただいて本当に幸せでございます。次回も勘三郎古き芝居小屋を巡る旅。
になるんだやっぱり。それは再会の旅でもありました。